ケルチ橋大破。新型ドローンによるものでした。パリャニツヤと名付けられたドローン。ドローンというよりミサイルですね。新型ドローンは射程 110km と発表がありますが、西側兵器長距離ミサイルのロシア国内での使用も解禁されたようです。独立記念日のスピーチでロシア国内全域を攻撃できるようになると発表しました。それではケルチ橋を破壊した新型ドローンの映像を見てみましょう。かなりコンパクトですね。Сьогодні ми відзначаємо 33-й день незалежності України. А те, що ніс на нашу землю ворог тепер вернувся в його дії. І той, хто хотів перетворити наші землі на буферну зону, має думати, аби його Україна не стала буферною федерацією. Так відповідає незалежність. Україна ні каншоу читаю от відплачує за наших мирних громадян, мізикара на яких летять каби, кінжали, за наших посивілих батьків, за наших дітей, що змушені навчатись під землею, за всіх наших людей, які б воліли ніколи в житті не знати назви цих проклятих місць Саваслійка, Алінія, Енгельс. Але, на жаль, українці їх знають. А тому і наш ворог знатиме, що таке відплата по-українськи. Гідна, симетрична, далекобійна. Знатиме, що в кожну точку РФ, яка є джерелом небезпеки для життя нашої держави і наших людей, рано чи пізно прилетить українська відповідь. Вицвілі очі їхнього начальника сприймають весь світ сірою зоною. Та ми не дамо перетворити в сіру зону землі, де по праву має бути синьо-жовтий прав. Не буде хворий діз червоної площі, який постійно погрожує всім червоною кнопкою диктувати нам якісь свої червоні лінії. Як жити? Яким шляхом йти? Який вибір робити? Буду для себе визначати лише Україна. І українці. Бо так працює. しかし復讐にとらわれているわけではなく、外交的に戦争の終結を迫りたいとも発言しています。だがそのように戦争終結するには、クレムリンがまともな判断をする必要がありますが、病気のじいさんがまともな判断をすることを期待できないので武力で終わらせる用意があるとも発言。ロシア敗戦を悟ったのか、ロシア侵攻が始まって以来プーチンに協力していたルカシェンコが、ウクライナ独立記念日を祝い出しました。ロシアに無人ドローン、シャヘドを大量に供与していたイランもウクライナへ独立記念日の祝辞を送りました。イラン製兵器によって、ウクライナ民間人がどれだけ殺害されたのかを考えると素直に喜べない祝辞です。経済制裁にビビりロシアと距離を取り始めた中国。インドも明らかにロシアと距離を取り始めました。ポーランド・ドゥダ大統領は NATO がウクライナ領空でロシアのミサイルを撃墜する正当な理由があると発言。
ウクライナ軍はクルスク原発そばまで来ていることを知らせるためにマーキングをしていました。ロシア軍がクルスク原発の南側に防衛線も張り出しました。ウクライナはザポリージャの仇をクルスクで撃てるのでしょうか。こちらの動画を見てください。ロシアという気が狂った隣人から身を守るために非常に大きな犠牲を払ったウクライナの姿を。ロストフの石油貯蔵庫の爆発はとうとう周辺民家にまで燃え広がりました。なぜこうなる前にロシア国民はクレムリンに対して反旗を翻さなかったのか。それどころか多くのロシア人がウクライナ民間人への蹂躙を喜んでいました。もしロシア民間人がウクライナの攻撃に巻き込まれることを非難する人がいたとしたら、ウクライナがロシアの狂気によって蹂躙され続けていることを思い出してください。そして8月23日に我が国の岸田文雄総理大臣がウクライナ政府から勲章を贈られました。岡部芳彦教授もこのように発信しております。侵攻当初からウクライナ支援を貫いた姿勢が評価されたようです。独立記念日に捕虜交換が行われて、115人のウクライナ兵が帰還しました。ゼレンスキー大統領はウクライナ兵の帰還を喜びつつ、まだ帰っていないウクライナ兵捕虜を全員取り戻すと宣言。しかしロシア側は捕虜交換を拒んでいます。ウクライナ兵捕虜がプーチンやロシア当局を訴える情報を持ち帰ることを恐れて捕虜交換に応じない。ウクライナ捕虜待遇調査本部報道官が肉体の取材に答えました。ギルキンの側近だった人物が捕虜交換はすべきではないと言ってましたので、ロシア側が拒んでいるのは間違いないようです。懸念事項はまだあるものの、この戦争が終局に差し掛かっている状況は喜ばしいことですね。